せーの、こんにちは、シュウです。はい、今日はどこに来てますか？韓国に来てます。まあ、ただいま韓国のシンソルトンっていうところですかね、はい、そうですね、ホテルがね、シンソルトンっていう場所にあるので、ミョンドンあたりに行こうと思ってます。はい、ちょっとミョンドンでご飯食べてからの買い物をしたいと思います。はい、はい、っていう感じで、まあ、ホンデとかもいろいろ回ってね。そうだね、ホンデ行きたいね。行きたいと思います。はい、ということで、じゃあ韓国編始まります。せーの、バイバイ。その行きたい店がこの MCM の近くにあると。そう、それを今もう一回調べます。どういう店なんですか？鍋です、あなたが食べたがってる。ちょっと移動しますか。いて、探してた店がなくて、結局なんか筆違いの店に来ました。食べます。人いないけど、いいです、大丈夫です、行きましょう。こちら、とりあえずなんかこのお店の一番人気なやつ頼みました。なんとかチゲみたいな。そう、とりあえず筆チゲ食べたかったから。そう、で、なんか餅と肉を入れましたね。完成しました。いける？うん、いけるよ。まだだった？うん、まだだわ。はい、珍しく愛から豆知識が出ました。珍しく、何ですか？この鍋は軍人料理みたいな。軍人料理感じらしいです。なるほど、詳しくください。まあ、諸説あるってことですね。まあ愛の情報なんであんまり期待しないでください。嬉しい、俺は愛が豆知識マンになってくれて。いつもシュウだからね、言ってくるの。ここ愛たちがいつも好きなお店です。はい、マジでおしゃれで、本当になんか色味で分けてあってすごい見やすいの。そう、しかも今 50% オフとかやってるらしくて。これとか普通にいい。え、普通にいい。これはまあ1万ぐらいです。なんか韓国のアウターってあったかいイメージ。ファミリースキーですね、ってこういうのね。4900円。はぁ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 、デニールとかね。うん、急に雰囲気を出してきました。メガネは持参してるものです。え、いいと思う、めっちゃ雰囲気出てる。いいと思います。ベージュありだね。めっちゃいいよ。ここだけめっちゃ狭いんだよね。あー、まあ、もう一個サイズ出てもいいかもね。もうボロやん。パタゴニアやん。パタゴニア1200円やん。ここはね、こないだも来たよ。ブランドマーケットですね。はい、もうほぼおなじみのっていう。はい、トレーナーがめっちゃあるって感じ。下行きますか。はい、そうだ、弱点。あ、それいいじゃん。ね、はい、突然のアフレコ失礼します。ここの価格帯はだいたいパンツが2000円とか3000円ぐらいかな。で、高くても5000円以内では収まると思います。トレーナーとかがだいたい1200円ぐらい、日本円でね。で、まあそんな感じで見てますと、あ、黒のパンツを取るのか取れないのね。取るの？取れないの？取れたんだね、よかったよかったって感じで、まあ、こういうのもありますよっていう、結構ワイド目で可愛いと思います。本当だ、普通にいいね。3900円。安買いました。こちらブランドマーケットでした。こちらはラッキーファクトリーです。はい、メンズもないけどね。ここもね、そう、メンズものはないんです。はい、あれです、コーデュロイ可愛かったですね。あと、なんていうの、その男物のやつもフリーサイズなんで男の子も着る。あとこの帽かわいいですよね。あ、いいじゃない、ショート丈でちょっと高そうだし、ちょっとこれ候補です。うん、グレーってなかなかないもんね、うん、定番のおいおいおいって言ってた。うん、リコーズ、え、これかわいい。ほんとだ、え、これかわいくない？そう、色合い超いい。ポッチなんだみたいな、後ろかわいいし。僕はここでフィラのグレーの靴を探しに行きました。はい、さっきあったんですよね。そう、さっきのとこ、ここさっきのとこだ。え、これめっちゃかわいい、6900円ぐらい。そう、安いよね。絶対フィラってかわいいよな。え、それかわいい。これやばない？デニムとかでも合うね。そう、これマジいい。うん、うん、こっちはセールしてます。これも普通にいい。なんと自分のサイズなくて、妹がちょっと欲しがってたんでヒラ買いました。イエーイ、
お兄ちゃん、いいお兄ちゃん、優しいお兄ちゃんアピールこれさせてください。大事に使ってねということで。はい、じゃあ次行きますか。ここね、この間も来てまた、そう結構いい感じなのでまた行きます。行きます。はい、すごいなんかかん、あのクリスマス感がすごいよね。ね、めっちゃ街中すごいね。うん、これでいくらなんだろう。かわいい4900円。あ、意外といいね。ください、迷ってます。靴下を迷っている模様。そう、黒1000円ぐらいですね。そう、990ウォン。サイズどこに書いてフリーサイズ。フリーサイズじゃない、フリーのサイズの靴下。でもでかくない。あ、ならいけるか。だいたい 23.5 ならいけんじゃない。はい、どうですか、見てください。どう、買いました。結構コートを買いましたね。そう、でもね、3つ買って、はい、値段が1万3000円ぐらいだったんで結構安いと思います。結構安いね。日本だったら多分コート1着で1万3000円は超えちゃうと思うので。確かに。イエイ、賑やかですね。うわー、美味しそう。もうお腹空いてきた。え、お腹空いてきた。さっき食べたばっか。それ好きなんだ。はい、どうぞ。街中ではありますが、通りすがりの人にぶつかりそうになった時守ってました、必死に。お、ゲッチョゲッチョ。守ってる、美味しい。あ、美味しい、ありがとう。ねえ、ふざけんな。一気に行って、一気に。最悪、いちごだけじゃん、ダメだの。飴だけ行く。美味しくない、意外と。甘い。はい。こんにちは。はい、ただいま本殿に来ております。はい、とりあえずね、ご飯食べたいと思います。そう、ご飯何食べるか全然決まってなくて。そう、いっぱい調べたんだけど、結局なんか何が食べたいんだろうっていう。結局とりあえずこの辺にある、まあ多分来た人ならわかると思うんですけど、この本殿の中心地にいっぱいバーって店あるんで、はい、まあこの辺の中からね、選びたいと思います。来ました、こちらのお店に来ました。はい、はい、これ GHA みたいなのが飲んだよ。そのままなんだ。見てこれ、鍋濃いの。本当だ、甘い感じするやつ。わかんない、これ何だろう。これ、これなんかカルピスの原液みたいなやつでした。もうマジで桃の天然水。だから混ざってないからな、それは。桃水、桃水。おいしい。あ、ちょっと辛いけど美味しい。よかったね。はい、はい、タイが一番来たかったこちらトラックですが、ストーンブリックです。はい、リップ大好きなリップ屋さんです。すげえ、 UFO キャッチャーがある。買ったらできるらしい。どうですか、血の色がこちらから迷ってます。うん、これこの間買った。これなんだ。うん、ベストって書いてある。そう、眉マスカラみたいなやつ。これで1800円。うん、安いっちゃ安いよね。普通か。8点買いました。8点。はい、7点かな。で、プレゼント2つぐらいもらったね。そう、だからまた購入編集会で紹介します。はい、詳しくいきたいと思います。はい、それではストーンブリックでした。おしゃんなカフェに来ました。はい、こちらバランスとか。そうだね、ここ H&M とニューバランスがこっち側にあるんですけど、そう、そこのこのある、そう、4階なんか5階建てぐらいの建物で、はい、店の名前ちょっと載せとくんですけど、超おしゃれ。そう、ピアスとかいっぱいあって、一応トイレ行きたくてカフェ入ったんですけど、もうね、美味しいし、そう、パッションフルーツとで木あるし、うん、土あるし、ここ土あるし、マジでね、博物館、美術館だと思ったよね。まずもうピアス屋さんなんだけど、1階から4階ぐらいまで全ピアスで、超おしゃれ。そう、トイレで立ち寄っただけなのに、そう、発見してしまった。超おしゃれ。しかもあっちもすごい、ね、そう、マジ博物館みたい。ドームみたいな席あるんだよ。ちょっと行ってくるわ。行ってらっしゃい。ほら、ここ全然人いない隠れスポットなのかな。ほら、もう博物館ほぼ、ほら、どう向いたら一人で恥ずかしかった。カップルでしょ。うん、一人。すごい、シアターみたいになってる。そっちがいっぱい入ってる。すげえ。2019年の
へえ、こんなんもう博物館じゃん、ほぼ。下はこういう感じで。こういう感じだね。相場はどんぐらい？800円とか600円とか、物によって1000円とか。物によって違うんだ。1200円とか。超おしゃれじゃない？元々ここ土だったかな。どういうことだよ。どういうことだよ。元々土って何？この店でした。この店。